はい、こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はデラックスプログレーズホッパーブレードいきたいと思います。はい、これでなんか色合い的になんか廉価版とかフックというかそんなね印象を受けるんですけど、実際どうなんでしょう。はい、で見た目的にはこれプログレーズキーを開いたようなイメージなのかな。で後ろ、はい、で4つの遊び方で、フィニッシュライズとファイナルライズで、ドッキングライズとアルティメットライズ、すごいね。フィニッシュ、ファイナル、ドッキング、アルティミット。で、ドッキングの方がギガントになるのか。はい。なんか4段階いろいろあるみたいですけど、ちょっとね、やってみましょう。一番の売りがこれか。アタッシュカリバーとの合体。はい。ではね、見ていきたいと思います。はい、中身です。大人が手に持った感じはこういうイメージ。で、長さ的にはどんぐらいだろうね。ここから見て、だいたい40センチぐらいか。でね、この段階ですごい面白かったのがこの鳥が、これね、このバッタの動きがすごい面白い。めちゃくちゃ可愛いこれ。でこれ本当ね、プログライズ機開いたようなイメージで、プログライズホッパーブレードで、アビリティがアルティミットストラッシュで、これはもう稼働はなし。で、検査機が軟質パーツ。で、電源スイッチがここで、スピーカーがここ。で、絶縁シートを引き抜く。で、電源オン。Changing to lethal weapon. Progress Hopper Blade. 武器の名乗りがすごい。もう一回いきます。Changing to lethal weapon. Progress Hopper Blade. はい、で、トリガー。で、トリガーを5回以上引くと、フィニッシュライズなんですけれども。このペースでやると、何も反応せず。通常の斬撃音のみ。で、これを連続で。プログライジングストラッシュ。はい、そしてね、ベルトとスキャンなんだけども、ちょうど合わせる位置はここの位置とこの位置。はい、続いてアタッシュカリバー。これとのドッキングが一番の売りかな。ではセット。長い。まあ、初期の武器と合体するのはあの外務のひなわた大 DJ 嬢みたいな、そんな位置づけなのかな。とにかく長い。大人で持っても長いからね、ボリューム感はすごいあるね。でこの状態でトリガーは、で個別で、でこの状態でさらにスキャン。
アルティメットスラッシュ。すごい、この長い武器をベルトにスキャン。うん、やってて結構面白そう。はい、でアタッシュアローの場合はこのままね取り付けできなかったのでちょっと曲げて、でここでセット。でこの状態でも一応合体はできるんだね。はい、そしてショットガンだとどうだろう。はい、ここで合体。なんかすごいどでかいブーメランみたいだった、まあ、剣なんだけど銃なんだけどいいねこれ、両方で使える。本当なんかでっかいブーメランみたいだな。はい、そしてね、何かと出番の少ないロボの方にも装着は可能だけど、もう本当に置物になっちゃいます。どでかい武器で右手装着。はい、そんなわけでね、今回の動画はプログライズホッパーブレードなんですけども、まあ、このね、付け根がプログライズキーを模してるんですよね。ちょうどカバー閉じた状態。で、この部分がカバーなんで、一応ね、ショットライザーとかには付くんだけど、すごく変な形。で、フォースライザーにもなんとか刺さるけど、すごく無理があるのでやめた方がいいです。で当然ながら、まあ、ゼロワンドライバーとかね、サウザンドライバーには入らなかったです。はい、そんなわけで今回の動画は以上となります。これ最終武器になるのかな。最終武器だとしたらちょっと、ね、このギミック光るナルト、あとこれね、どうなんだろうね。なんか火縄代々 DJ 銃ちょっと引き合いに出すと、またあれはあれでね、単独のギミック、そう結構あるんで、うん、なんかそれと比べちゃうとちょっとなんか物足りなさはあるけど、これ最後なのかな。結局ひなわ代々 DJ 銃も買ったままね、いまだに開けてなくて、はい、普通に飾ってるだけになります。いずれなんか開けて遊びたいなと思ってるんだけど、はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。で、まあ、先週か、はい、メタルクラスターホッパーとかね出てますので、まあ、動画はあの下の概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで以上、トヘッピーでした。ご視聴ありがとうございました。